はい、途中パフォーマンスです。今日はボンドプラザに来てます。こちらの、ベルファイアにリモートエンジンスターターをつけるっていうことで、一応それを作業の様子とどんな風に使うのかっていうのをご紹介させていただきたいと思います。で、今回作業の様子を教えていただく、またまた登場、横山さんです。で、ちょっと早速じゃあどんな感じの仕様になるか教えてもらっていいですか。はい、で、今回取り付けるのがこのバイパーですよね。バイパー、はい、DS4 DS4で、ちょっと僕、あれ横浜さん知ってましたっけ、はい、僕もともとセキュリティインストーラーだったんで。あ、そうなの。はい、7年ぐらいカーセキュリティ取り付ける仕事をしてたんで、もうバイパーって言ったらもう説明できちゃうぐらいです。です。はい。で、アメリカだともうめちゃめちゃ有名なメジャーな、もうカーセキュリティって言ったらもうバイパーっていうぐらいブランドですよね。はい、で、今回エンジンスターターなんですけど、やっぱり無人の車のエンジンかけるんで、まあ、カーセキュリティも必要っていうことで一緒になってる感じですよね。そうですね、まあ、はい、エンジンスターターだけで使う、はい、のもちろんセキュリティも一緒に欲しい、はい、リモコンも欲しい、はい、なので自分で好きなように選ぶ、あ、組み合わせでできるってことですね。エンジンスターターだけでもいいし、はい、セキュリティとセットの方がいい。で、この DS4 っていうのがエンジンスターターのデジタルリモートスタートシステム、はい、で、それにセキュリティ機能をつけるんであれば、このサイレンと衝撃センサー、ショックセンサーと、はい、傾斜センサー、はい、をついてます、はい、で、あとリモコンですよね。リモコンですね、はい、リモコンが、LCD 画面付き、はい、まあ、要はエンジンかかったかどうか、離れた車のエンジンかけるんで、まあ、アンサーバックのあるタイプですよね。そうですね、はい、アンサーバックあるタイプ、はい、で、アンサーバックあるけど、はい、LED でお知らせする。ああ、なるほどなるほどなるほど。と、あとワンウェイ、はい、一歩通行、一歩通行なんですよね、はい、向こうに行くだけ、はい、この3種類が見える範囲でかけるんであれば、そのワンウェイで、まあ、見えない車のエンジンかけるんであれば、まあ、どっちか、そうですね、はい、分かりやすく見るんだったら、ただリモコンなしでも使えるので、はい、ロックボタン3回押しで、ああ、純正キーで、純正キーで、じゃあ本当にもう家の隣に止めてる人とかはもうそういう使い方もできますよって、はい、その辺、はい、純正のキーですが届く距離が決まってる、はい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 、ちょっとの範囲しか行かない、はい、それよりかもうちょっと離れて聞き代わりとかでしたら後でリモコンを使う、ああ、なるほどなるほど、いう使い方もあります。なんでその辺はもう横山さんにご相談いただければ、そうですね、はい、まあ、いろんなシステムを提案できますよっていう感じです、はい、気になるのはこのリモコンの多分操作範囲だと思うんですけど、はい、これどのぐらい飛ぶ感じですか。これは多分1キロぐらいは飛ぶんです。あー、なるほど。何もない見通しのいいところで1キロぐらいです。はいはい、はいはい、まあ、実際はまあ障害物とか、まあまあ、いろんな電波の関係もあるんで、はい、まあ、半分ぐらいは200-300m は全然、はい、まあ、間違いないです。なんで、まあ、駐車場遠くに止めてる方でも便利に使っていただけるんじゃないか、はいはい、ちょっとキーレス、キーレスっていうか、はい、これ鍵を仕込まなくてもエンジンをかけられます、はい、あ、まあ、なるほど、はい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 、大体の車は鍵を中に仕込まないとダメですよ、はい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 、これちょっと難しいですよね、説明が。要はリモートエンジンスターター、無人の車のエンジンかけるんで、じゃあどうやってかけてるかっていうと、普通一般的なリモートエンジンスターターは本物の鍵を車の中にしまっとくんですよね。そうですね、はい、隠してる、はい、で、そのエンジンスターターでエンジンかけるときだけその鍵を有効にしてエンジンかけるってことをするんですよ、はい。それやっちゃうと、もうセキュリティ性能的にも、まあ、もしかしたら見つけられてエンジンがかけられてしまう恐れが、はい、そうなんですよね。なんで、もうその辺をもう全く不要にして、そうですね、まあ、この鍵の認識をワイパーが覚えてます、はいはい、この機械で機械に読み込まして、はい、こいつでだけでかける。なんでセキュリティ性能を落とさないで、まあ、リモートエンジンスタートができる、はい、で、やっぱり無人の車エンジンかけるんで、まあ、セキュリティ機能は、そうですね、サイレン、ぜひつけといた方がいいかもしれない。まあ、はい、高い車、ハイエースとかでも、はい、つなげられるんで、はい、ハイエースとか、取られやすいとか、はい、そういうのには、セキュリティ、なるほど、ハイエースとかは、まあ、ベルファイア、アルファードめちゃめちゃ今、盗まれてますから、ね、盗まれるので、はい、盗まれないために、はい、セキュリティ、よく来るのが、盗まれてからとか、あ、ガラス割られてからセキュリティつけたいんですけど、もったいない、はい、先につけてくる前に。で、衝撃センサーと傾斜センサーついてるんで、はい、まあ、車に衝撃が加わった時と、あとはジャックキャップ、ジャックですね、持ち上げられた時と両方サイレンが鳴らせますよ、うん、はい、まあ、ドアの閉じ開けも鳴りますし、はい、ボンネット開けても鳴りますし、はいはいはい、まあ、何かされた時には、はい、
サイレンが。でちょっとその辺もつけた後にどのぐらい大きい音が鳴るのかっていうのをちょっと、確認したいと思います。はい、こんな感じですかね。はい、はい、じゃあ早速取り付けの方よろしくお願いします。今アルファード作業が終了したんで、これからちょっと横山さんに、ね、使い方を教えてもらいたいと思います。お願いします。いいっす、はい、使い方、はい、純正キーでも使えるんですよね、はい、純正キーでも使える付属のリモコン、こっち LCD、はい、こっちワンです、はい、これ買うとこれついてきます。あ、セットなんですか。セットです。あ、なるほど。 2way のやつはどっちも 1way がついてきます、はいはいはい、おまけで。なるほど。で、まあそうするとアンサーバックコンが1回鳴ってウィンカーが1回鳴る。で、リモコンの方にもロックのマークがつく、はい、で、セキュリティのインジケーターのランプがあ、あそこですね、ミラーの取れるかな、青く光ってるあれが、後でインジケーター、はい、後で入れましょう。で、まあ、セキュリティ作動してますよっていうのが、はい、そうですね。で、もし振動とか、はい、2段階ですね。2段階です、はい、これで警告、はい、今のもうちょっと今のもう一回取れてなくてこれで警告で、今ちょっと爪にはしてる、はいはい、あのうるさい車とかビビって鳴っちゃうとか、はい、まあ、その辺リモコンで調整できるんで、はい、で、あとはドアセンサーがついてるんで、あの不正なドアの開閉に関してはサイレンでお知らせするようになってます。ちょっと今不正に開けるわけいかないんで、例えば窓ガラスがシャーンって割って無理やりこじ開けた時に、はい、警告音が鳴ってからサイレンが、バッチリです。で、まあ一応発砲があった時に、はい、まあ、ロックしてアンロックした時にお知らせしてくれるんです。そうですね、通常は2回の時は何もないんですけど、4回サイレンがクリック鳴った時は異常があった時で、サイレン鳴った時は、まあ、リモコンにリモコンに通知が、車がサイレン鳴らしてますよっていうのが消えちゃったんですけど戻ってくるようになった。で、これもサイレンもずっと鳴ってるわけじゃないんで、そうですね、一定時間止まるんですよね、はい、なのでその一定時間で鳴り終えちゃった後に分かんなくなっちゃうんで、開けた時にお知らせしてくれる。今運転席のドアでやったんですけど、一応全部のドア、そうですよね、そうです、助手席も後ろのリアゲートも、はい、不正な開閉に関しては全部さっきのサイレンを鳴らしてくれるっていう仕様になってます。はい、で、次はエンジンスタート。はい、いよいよ肝のところですね。そうですね、はい、まあ、ロックボタン3回、はい、すごいすごい、めちゃめちゃ便利じゃないですか。夏の時とかはエアコンの設定温度ちょっと低くしてる、はいはいはい、それはあらかじめセットしとかないと、ね、セットしとかないとエアコン効かない、はい、なんで次涼しく乗りたいんであれば降りる前にエアコン設定して止めておけば、次かけた時にエアコン全開で。ただちょっと注意点が一つあって、はい、アルファードとか最近のトヨタは、はい、エンジンスターターかけてそのまま出発ができないんですよ。はい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 、ドアをどうしても開けてしまうと、はいはい、エンジンが止まっちゃうんです。いわゆるライドアンドゴーって、エンジンかかりっぱなしでそのまま乗ってくっていうのはできないです。できないです、はい、これはその安全とそのセキュリティ面の部分でってことですね。はい、要は無人の車エンジンかかってそのまま乗ってけちゃうと、やっぱりセキュリティ面で問題がある、はいはい、まあブレーキ踏んでも止まるんだよ、はいはい、まあ、それも問題ないんですけど、まあ、ただまあエンジンスターターかけとけば、まあエアコンで車内も冷えて
冷えてたりだとか冬場であれば暖かくなってますし、はい、暖気も終わってますんで、はい、エンジンスタートとしては十分使える状態になってますってことです。はい、こんな感じですかね。そうですね、はい。まあ、あとはセキュリティの部分なんであまり詳しくやっちゃうとこうやるとあのこうなりますよっていうのはちょっとなかなか難しいんですけど、はい。というわけで今回は、ベルファイアにエンジンスターターを取り付ける様子をご紹介させていただきました。ベルファイア、アルファード、ハイエース、プリウスなどエンジンスターターの取り付けは、ぜひボンドプラスまでお任せください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。